小さい頃から時々変なものを見た。他の人には見えないらしい。それはおそらく妖怪と呼ばれるものの類。お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマはまるで異世界、神秘的な日本の神社をお送りします。動画に癒された方はチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いします。パワースポットといえば金運や恋愛運など運気をアップすることで知られていますね。今や若者をはじめとして幅広い年代の注目を集めています。日本国内にはそんな御利益があると言われるパワースポットが数多くあります。その中から今回ご紹介する舞台は九州、熊本。その中でも随一のパワースポットとして知られ、ツイッターでもバズった上式御熊の今神社です。そのあまりの美しさと神秘的な風景に、国内だけでなく海外からも称賛の声が多数ありました。上式御熊の今神社は、一旦足を踏み入れると、別世界へ迷い込んだかのような景色を楽しむことができます。その神秘的な世界は、最近では異世界への入り口として多くの注目を集め、観光客が絶え間なく訪れています。では、そんな人気のパワースポット、上式御熊の今神社とは、一体どんなところなのでしょうか？この神社は、日本一美しい村としても知られている阿蘇郡の高森町に位置しています。神社では、イザナギの御子と、イザナミの御子と、岩君大将軍を祀っています。昔から、地元の人々から親しまれていて、四季を問わず神秘的な絶景が迎えてくれる場所です。参道には100基近くの石灯籠が立ち並んでいて、それは本堂まで続き、お参りするだけでも十分に御利益があるといいます。散策ルートもいくつかあり、どのルートをたどっても見どころ満載なのが人気の秘訣。特に有名なのは石灯籠の並ぶ参道の景色と、来訪者にしかわからない不思議なパワー。まさに、異世界への入り口と称されるにふさわしい絶景です。上式御熊の今神社を有名にしたのは、アニメ、蛍火の森へ、でした。このアニメは、漫画、夏目友人帳の作者、緑川由紀さんが手掛けた作品で、上式御熊の今神社の神様や妖怪、そして、人間の切ない気持ちを表した恋物語です。夏目しか見たことない。というあなたは、ぜひご覧あれ。アニメが公開されてから多くのファンが訪れるようになりました。ファンの間では神社は聖地と呼ばれるようになり、アニメと同じポーズで写真を撮るのが人気になり、今にも妖怪が出てきそうな神秘的な雰囲気がアニメのシーンを思い出させてくれます。神社では1年を通してそのシーズンでしか見られない景色を楽しむことができますが、ベストシーズンは梅雨から初夏の季節なのだそうです。梅雨の時期のもやっとした幻想的な雰囲気が魅力で、霧が立ち込めたりするとまるで違った景色が見られます。まさしく異世界への入り口と呼ばれるにふさわしい光景ですね。初夏の季節では日光の眩しい光が深みのある緑へ反射し、心地よい気温とともに神々しい景色を楽しめます。木々が生い茂り、暑い日でも自然の涼しい風を感じることができ、熊本の避暑地と言われるほどで、夏でも朝方や夕方には肌寒く感じることがあるでしょう。一般的なお参りルートは入り口の鳥居から入ります。鳥居をまたぐと一気に神秘的な世界が広がり、鳥居を抜けて進むと長い階段が続き、石灯籠の景色が広がっていきます。カメラ好きには絶好のフォトスポットですね。アニメ、蛍火の森へ、では、現世とあの世の狭間だとして、この場所が描かれています。参道の階段は約260段以上あり、多くの木々が生い茂り、石灯籠が並んでいる、まさに異世界の景色。そして、
参道の階段を登り切った先が神殿になります。神殿を最終目的地としてルートを組むのが一般的です。もちろんここもフォトスポットですね。晴れている日には神殿だけ日光の光が集まり、まさに神が降り立つ姿と重なるとか。神殿をさらに奥に進むともう一つのパワースポットが現れます。勝利の御利益があるという宇毛と岩です。受験生や勝負事を控えた人が岩に触れることによって御利益が得られると言われています。宇毛と岩は別名異世界へと通じる穴とも言われています。外から見る岩の景色と岩の中から見る熊本の景色はどちらも絶景で、初めて見る人は宇毛と岩の圧倒的なパワーに驚きを隠せないでしょう。さらに神社のお神木として凪の木が植えられています。昔から魔除けの力があると言われるように、お神木もパワースポットの一つです。商売繁盛、縁結び、恋愛成就にご利益があるそうです。お神木には念が込められていて、直接お神木に触れるだけで十分なパワーを感じることができるのだとか。この他にも上式御熊の今津神社には隠れたパワースポットがあります。そこは車で10分ほどの場所にあり、立ち寄って損がないスポットです。それは樹齢400年を超える歴史ある杉の木です。その堂々たる姿は間近で見ると圧倒的な迫力で、四方八方に伸びる枝や幹は10メートル以上にもなります。周囲に生えている杉の木と比べ物にならない存在感に驚きを隠せません。上下左右四方八方に伸びる枝は堂々たる姿で、樹齢400年以上の歴史を感じることができます。最後に御朱印帳ですが、実はこの神社には御朱印がありません。神社は無人で社務所のような場所がないからです。しかし高森阿蘇神社で御朱印をもらうことができます。同じ高森町内にあり、上式御熊の今津神社の近くということで、御朱印目当てで足を運ぶ人が多いようですね。この神社も緑豊かな自然に囲まれ、パワースポットとして知られています。御朱印を集めている方にはたまらないスポットになっています。海外の反応。ここで上式御熊の今津神社の雰囲気に圧倒された海外の人たちから多くの反応がありましたので、一部を紹介していきます。天国に続いてそう。日本には美しい場所がいっぱいあるね。こんな伝統を日本人はどうやって守ってきたんだ。きっと鳥居の奥には脅威の世界が。何年か前に何箇所か神社に行ったら魅了されてしまった。お寺にも旅館にも日本料理にも、数世紀前の世界へのゲートなんだと思う。幻想的だし素敵すぎる。自然と神秘性を組み合わせて美に昇華させる。そういった日本人の美意識は本当に見事だと思う。現実感がなさすぎてアニメみたいに見えちゃう。ビューティフォー。次の日本旅行中に行きたい場所はかなりたくさんあるけど、ここも新たにリストに加えておいた。スーパーな美しさじゃないか。日本に一度も行ったことない人間なんだけど、神社は宮崎映画の中で見たことあった気がする。ありきたりな物言いになっちゃうかもしれないけど、でも実際にあの場所に行って自分の目で見て、神社の進化を存分に味わいたい。ほんと引き込まれる。去年日本に行った時の思い出が蘇ってきた。日本の美を堪能させてくれてありがとう。また絶対日本に行きたいって思ってる。できれば今すぐにでも戻りたいくらい。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、日本にはまだまだ手つかずの自然が残っている場所がたくさんあります。それにしても、この神社は別格に綺麗ですね。私も、夏目の聖地巡礼と一緒に、一度行ってみたいです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。